マーカー発信機とは、主に無線の受信機、送信機、トランシーバーといった、無線機器の周波数メモリを構成するために用いる、発信機である。無線機に表示されている電波の周波数と、実際に受信、または送信する電波の周波数とが正確に一致せず、ずれていることがある。周波数がずれる原因はいくつかあり、無線機に供給される、電源電圧の変化、 無線機の水晶を振動子や発信回路の経年変化、周囲の温度、無線機の電源を入れてからの時間などに由来する。マーカー発信機はこのような場合、無線機に表示された周波数と実際に送受信している周波数とを構成するために用いられる。また、無線機を自作した場合、周波数ダイヤルにはまだメモリが振られていない。マーカー発信機は 周波数ダイヤルに正確にメモリを打つためにも用いられる。マーカー発信機には基準となる推奨発信回路がある。例えば 1MHz を基本波とする推奨発信回路である。この発信回路は 1MHz とその整数倍の周波数を発信するように作られる。つまり1、2、3、10、11、12MHz の 各周波数を同時に出力する。この状態では、周波数に1メガヘルツ単位でメモリを打った物差しを手に入れたことになる。一般的には、基本となる水晶発信機の出力を分集して、さらに細かい周波数間隔の電波が出力できるようにする。蒸気の水晶発信回路に例えば1、10の分集機を接続すると、100キロヘルツ単位の周波数が得られる。 つまり、100、200、300、1000、1100、1200、kHz の各周波数の電波を同時に出力するようになる。この分周期の出力に、さらにもう一つ一、10の分周期を接続すると、10kHz 単位の周波数が得られる。つまり、10、20、30、100、110、120、1000、1010 10、1020、 キロヘルツの各周波数の電波が同時に出力される。上記の1、10という値を分周比という。典型的なマーカー発信機では、例えば分周なし、1、10分周、1、100分周などとセレクタスイッチで分周比を切り替えられるようになっている。マーカー発信機のブロック図受信機の周波数の構成をする場合、マーカー発信機を動作させ、 受信機の周波数ダイヤルを回しながら、マーカー発信機からの電波を受信する。周波数ダイヤルの表示が、マーカー発信機が出力している電波の周波数と、ずれていれば、正しい周波数を指すように受信機の周波数メモリを調節する。受信機であらかじめマーカー発信機からの電波、例えば 7.000MHz を受信しておく。送信機の周波数ダイヤルを7.000。 メガヘルツに合わせ電波を送信する。送信機の周波数メモリがずれていれば受信機からはビート音が聞こえてくる。ビート音の周波数はマーカー発信機の周波数と送信機が実際に送信している電波の周波数との差である。ビート音の周波数が低くなるように送信機の周波数ダイヤルをゆっくりと回す。 両方の送信周波数が完全に一致するとゼロビートという状態になりビート音は聞こえなくなる。この状態で送信機の周波数メモリが 7.000MHz を指すように調節すれば送信機の周波数の構成は完了する。マーカー発信機を使用する場合その都度構成してから使用することが望ましい。マーカー発信機が出力する周波数も 供給される電源電圧、マーカー発信機の推奨振動しや推奨、発信回路の経年変化、周囲の温度等の影響で発信周波数が微妙にずれてしまう。マーカー発信機の発信周波数を構成するには、まず受信機で標準電波等の周波数が正確な電波を受信しておく。次に、マーカー発信機が標準電波と同じ周波数を発信するように、 動作させる。マーカー発信機の周波数がずれていれば、受信機からはビート音が聞こえる。ビート音の周波数が低くなり、やがて0ビートになるように、マーカー発信機の半固定コンデンサを回せば、マーカー発信機の構成は完了する。ありがとうございます。